Alright guys, welcome back to more Yakuza 0. My name is Raven from the Sky, and let's continue. Majima wa Sagawa, Nishitani to itta Makoto o nerau seiryoku to tomo ni kanojo o tsuresatta shiroi suits no otoko o ou. Mamonaku ukabi agatte kita no wa katsute Majima mo sono ichiin datta toujou kai no kage.彼らはすでにカムロ町の不動産屋を使い、密かに誠をカムロ町へ立たせていたのだった。彼女を追うため、蒼天堀という檻を出ることを許された真島は、かつて自分が極道として生きたカムロ町を目指す。ただし、真島に課せられているのは今なお牧村誠の殺害に他ならない昨日伊勢はどこ行ったんだぐらい。え？ほら立てや。立てつってんだろが！助けて、殺される。何見てんだ。いいえ、何でもないですわ。ちょっと。この野郎。ふざけたまねしてんじゃねえぞくれ！立てつってんだ。収穫あったか、マジマちゃん。ただ街歩き回ったとこでどうにもならんわ。立花不動産の田の字もない。そりゃそうだよ。だってお前本気で探してやしねえんだもんな。もう女を見つけて殺すしかお前には生きる道はねえ。そいつは納得づくなはずだろう。蒼天堀から牧村誠が消えてもう丸一日だ。早いとこ立花不動産から取り戻さねえと完全に見失っちまうぞ。そうなりゃお前はもう終わりだ。そこんとこ分かってんのか。ああ。だったらもっとやる気出しても良さそうなもんじゃない。俺だってこんな狭いとこに缶詰になって我慢してんだ。近江の人間がカムロ町で幅利かしてたらことなんでね、お前に動いてもらうしかねえんだよ。せやったら島野の親父にも手借りたらええやないが。正直に女に逃げられた言うてな。ダメだ、島野には言えねえ。女は俺とお前だけで片付けんだ。勘違いすんなよ。俺は島野を怖がってるわけじゃねえ。こいつはちょっとした政治の話でね、近江連合の人間としちゃこの件で島野に弱みを見せるわけにはいかねえんだ。どういうこっちゃ。
牧村誠の一件は近江連合の上層部と島野の共同作戦なんだよ。近江連合には島野から空の一坪を100億で買い取る用意がある。何やと？近江連合の狙いはズバリ神室町そのものだ。空の一坪は神室町再開発計画の鍵を握っているからな。そいつを近江が抑えちまえば再開発に絡む東上界の島を一気に奪える。そうなりゃ近江は山ほど兵隊を神室町に送り込めるんだよ。東上界が抵抗する間もなくな。100億ぐらいはすぐに回収できる。そしたら親父は東上界を裏切るつもりか？あの人はそれを承知で近江に空の一つも売るっちゅんか？そう、島野は東京に進出してきた近江の兵隊を後ろ盾にして東上界を取るって腹なんだよ。近江の東京進出を許す見返りに兄弟は東上界のトップになれる。その時島野と近江連合は神室町の取り分を話し合うことになる。だから俺が今島野に弱みを見せたらそこにつけ込まれちまうってわけ。もっとも女殺す役にお前を指名したのは島野だ。女に逃げられた責任はあいつにもあると思うけど。ちょ待てや、親父の狙いが土地やったらなんで牧村誠を殺さなあかんねん。所有者やったとこで土地が手に入るわけないやろ。それについちゃ島野に何か考えがあるらしい。どういうからくりになってんのかあいつは任せろとしか言わねえけど、近江連合の上はそれで承知した。実際大したやつだよ島野ってな。せやったらあんたへの見返りはないや。この件であんたにも得はあるんやろ。神室町の支配者の座さ、近江連合側のね。あんた島野の親父から何も聞かされとらん言うてなかったわ。随分話がちゃうやないか。お前に知らせる必要はねえと思ってただけだ。今は事情が変わったろ。そろそろ休憩は終わりにしろよ真島ちゃん。結局橘不動産と女を見つけねえと話にならねえ。とりあえず探す当てがねえならチャンピオン街に行ってみろ。そこに何かあるんか？最近まで橘不動産の人間が出入りしてたってよ。ちょっと古い情報らしいがな。So Tachibana's boys been seen in the Champion District? Good place to go as any to have a look. No, it's good a place to go as any to have a look. That's the way to properly say it. Actually, no, we can't.Technically, we just go straight up. Oh.
spent nearly all of it. Okay. I'm gonna go around the other way. いらっしゃい。何あんた。この辺に立花不動産の人間が出入りしとるって聞いたんやけどな。ちーと話聞かせてくれんか。あんたもどこかの組の人？いや、そんなんちゃう。まあいいや。ここ何日かは立花さんとこの人は来てないよ。来るのは地上げのヤクザだけ。俺らも立花不動産の人たち探してるくらいでね。でもなんかやばいことになってるみたい。やばいこと？堂島組に追われてるってさ。俺も詳しくは知らないけど。そうか、おおきにな。Swing and a miss, huh?おい、あんた、あんた、ゆうちゃん、俺にメンチ切ったろ。あんなんや。I was just thinking we could talk to the cop, but no, that's good.ちょっとお前、その顔が気に食わねえ。行くで。Oh, that's like three or four teeth right there.Get out of the way.
ちょっと下がら。とりあえずてめえ殴るわ。邪魔だ。信じられねえ強さだ。Oh, only thing we got here was hooligans. Cop. いらっしゃいませ。おい、お前、ちょ、待てよ。カッコつけてんじゃねえ。邪魔や。Alright, so let's try to park. Ain't nothing happening here. But a bunch of hooligans. Well, will you look at that? You're the 島の組の
町の門からあんたを見たって知らせがあってな。今頃蒼天堀でのたれ死んでんのかと思ってたがよ。組から消されたあんたがカムロ町で何してる。ちょっと話聞かせろや。事務所までつらかせ。いや、悪いけど急いどるんや。また次顔出させてもらいますわ。つれねえことを言うなよ。それにあんた、自由に街を歩いてていい身分じゃねえだろ。親父から許しが出たなんて話は聞いてねえぞ。何黙ってんだよ俺。下っ端がエラなったもんやな。いつから俺に備え口叩けるようになったんや。決まってんだろうが、あんたが組に逆らった時からだよ。相変わらずですね、真島さん。ん？若い者のご無礼をお許しください。このお詫びにお連れしたいところがあります。こいつらにも言うたんやけどな、俺は今急ぎの用があるよ。島野の親父があなたをお呼びです。なんやと。それより大事な用があるということでしたら遠慮しますが、そんなもんあるわけないですよね。何遠慮しとるんや、真島。少し身内に酒あかんようになったんか。いえ。何も怖がることないで。お前にええ話があるんや。急な呼び出しだな、兄弟。佐川。ふん、水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。で、用ってのは何なんだ、兄弟。
そらこっちのセリフやろ。兄弟こそカムロ町には何の用で来たんや。ったく負けたよ。どうせ全部お見通しなんだろ。でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな。牧村誠が蒼天堀から逃げた。今橘不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てる。ほう、そうないなことになっとったんか。せやけど安心せい、全部わしの計画のうちや。何？どういう意味ですか？そもそもな、真島、わしがお前に牧村誠を殺せ言うたんは、お前には殺せんと踏んどったからや。おい、なんだそりゃ。わかるやろ、真島。わしはお前以上にお前っちゅう男をよう知っとるんや。目に浮かぶで。殺しの命令を受けたお前は女殺せんとどっかにかくまったんやろ。わしの狙い通りにな。何やと。説明してくれんだろうな、兄弟。その前にお前らもう殻の一壺は見たか。あ、殻の一壺は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。そんな土地が今東城会の鍵を握っとる。堂島組の連中が大金つぎ込んできたカムロ町再開発計画、その生き死にが殻の一粒にかかっとんのや。もし堂島総平がその土地を手にしてみ、そっから生まれる再開発の利権を手土産に東城会の後目や。あんな頭の足りん小物がトップになったら東城会はしまいやで。せやからそれを邪魔しようとしとるんが堂島組の若頭風間や。風間、風間慎太郎ですか？せや、あいつほど厄介な男はおらん。わしが東城会とんのに一番邪魔な男や。女を連れ去った橘不動産の桐生一馬いうのもその風間の手下や。桐生一馬。風間も親の堂島には表立って立てつけん。せやから橘不動産中兵隊を使ってるっちゅうこっちゃ。はん、それ言ったら兄弟も同じだ。今は直系の島の組も元を正しゃ堂島組の系列。堂島総兵ってかつての親に弓は引けねえ。だから組から名前消した真島ちゃんを使うしかねえんだろ。せやな。で、兄弟の狙いは何なんだ。殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由は。信頼を得るためや。口約束とは違う本物の信頼をな。は、なるほど。愛か。せや、女から見れば殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる男はおらん。いずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになる。それがわしに土地を売れいう話でもな。女は好きになれば何でもする。愛は盲目ってやつか。そしてもう一つ、牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった。何のために？
東城会内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちにはわしも東城会は取れん。女が消えたら案の定動き出した東城会の人間がおった。それが日教連のセラや。あのセラを動かしたんはお前の手柄やで、マジマ。風間とセラのつながりはわしにも見抜けんかった。はセラなら俺が始末しといたよ。いや、あいつはまだ生きとるわ。今日、神室町でセラを見たもんがおる。あ、なんだと。それでええんや。殺すには早い。バックに風間がついとることさえ分かっとれば、逆に日教連を利用できることもある。マジマ、お前もう牧村誠は殺さんで。そん代わりあのお嬢ちゃん、立花不動産から取り戻してわしんとこにお連れせ。大事な客人としてや、わしがきっちり10億で土地買うたる。それさえうまくやったらお前東城会に戻したるわ。女もお前の好きにしたらええ。お前惚れとんのやろ、あの女に。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ兄弟。女連れて逃げとんのは立花不動産の桐生や。せやったらその兄弟分の錦山いうのから居所たどったらええ。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれ、よかったな真島ちゃん。女は殺さなくていい。東城会にも戻れる。与えられた仕事さえ完璧にこなせばな。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやからええ話がある言うたやろ、真島。負けて切れんなら、もうパチンコなんかやめろって。うるせえんだよ。おいおい、てめえ待てよ、こら。なんかこいつヤバくね。バカやべって。
moping about it won't get me anywhere. I gotta find her. Alright, ladies and gentlemen, thanks for watching. My name is Raven from the Sky. If you enjoyed the episode, do me a favor and drop a like and subscribe to the channel and the series grow. Don't forget to ring that bell so you don't miss an upload. Peace.